大谷翔平第2打席は至球で出塁2等6戦ぶり盗塁で今季47日目驚異の24連続成功。ドジャースの大谷翔平投手30が9日、日本時間投下日、本拠でのカブス戦に1番 DH で先発出場。第2打席は至球を選んで出塁し2等に成功した。3回西の第2打席、 相手先発ヘンドリックスからストレートの子球を選んで出塁。自打者ベッツへの2球目でスタートを切り、2投に成功した。盗塁は今月2日、同3日のダイヤモンドバックス戦で3盗塁を決めて以来で今季47個目。50盗塁まであと3とした。また、24連続成功となった。 今季失敗はわずか4で盗塁成功率は驚異の92%を誇っている。前日8日、同9日のガーディアンズ戦は第3打席で46号を放ち、46-46に到達。前人未到の50-50に向けて着実に歩みを進めている。2戦連発となる47号となれば、 初の MVP を獲得したエンゼルス時代の2021年に記録したシーズン46本塁打を上回り、メジャー自己最多となる。この日の試合前練習では、翌10日、同11日に対戦するカブス今永の元へ駆けつけ、挨拶、談笑で進行を深めた。また、 試合直前には、カブス・スズキと、それぞれベンチ前に姿を現すと、互いにグラウンドを挟んで、視線を合わせてニヤニヤ。仲の良さを見せた。大谷翔平、3回に死球6戦ぶり2投、46の47、達成24連続失敗なし、成功率92%。ドジャースの大谷翔平選手が、一番指名打者で出場。 3回の打席で死球で出塁し、6戦ぶり47盗塁目となる2投を成功させた。連続成功記録を24に伸ばし、46本塁打と合わせて、46敗47を達成した。大谷は前日のガーディアンズ戦で4打数にあんだ。3回に仲間枝で出塁した際には、投手の牽制モーションに一塁気塁できずに牽制しを、喫した。 しかし、続く5回の打席で、お名変上の右声46号ソロ。自身の持つ MLB 記録を更新する46-46を達成した。大谷は7月22日のジャイアンツ戦でシーズン4度目の投塁史を記録した後は、失敗なし。24連続成功で成功率を92%に上げた。 残り試合はこの日を含めて19。大谷は年間ペースを52本類打53盗類としており、前人未到の50-50の異行を射程圏内に捉えている。